はい、皆様お待ちかねのコーナーがやってまいりました。川越の架け橋のコーナーです。このコーナーではニューヨークと中継を結んで現地のあれこれについてニューヨーク在住の大橋小雪さんに伺っていきます。今日はですね、ニューヨークの新観光名所ハドソンヤードについて現地からリポートしてくださいます。それでは早速お呼びしましょう。大橋小雪さん。小雪さん、おはようございます。はい、おはようございます。ニューヨーク大橋です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。なんだか素晴らしい建物が私たちの目の前に繰り広げられておりますが。はい、そうなんです。今ですね、私ハドソンヤードっていうところに来てまして、今ナミネさんがね説明してくれたように新観光名所っていうことで、これね2019年に建てられたばかりのところでですね、新開発プロジェクトっていう感じなんですよ。場所で言うとですね、マンハッタンの真ん中あたりの34ストリートあたりのウエスト側になります。すぐそばにねハドソンリバーがありますので、もう完全に川沿いって思ってもらっていいんですが、これはい、はい、どうぞどうぞ。建物をイメージするとどんな感じですかね。これね、うん、はいはい、ちょっと JR 新宿駅とかの南口にある、なんていうんですかね、アトレっていうんですか、海でだったかな、ああいった建物がなんていうかライトアップしてすごい、なんていうんですかね、ワクワクするような感じ。なんかそうですね、一見ちょっと新宿駅が大きくなったように私には、うん、はい、うん、今見えている景色が映っておりますね。なるほど、確かに似てるかも。これねモールなんですよ。あ、それこそ各、うん、あのティファニーだなんだっていう各ブランド関係が1階にあって、2階3階4階5階ぐらいまであるのかな。一番上に行くと、まあ、展望台までつながってるような場所になってるんですけど、食品モール、フードコートみたいなのがあったりっていう、もういわゆる普通のモールなんです、これ。そうなんですね。ただ新宿より新宿駅よりは規模はかなり大きいというのが今近づいてくださって分かりました。建物の大きさは3倍以上ありそうですね。そうですね、結構歩きごたえがあるような場所でですね、中入るとやっぱりその建てられたばかりっていうこともあってとてもおしゃれなんですよ。それこそコロナ禍もメインでね立っていたんですが、最初の頃はね人が本当に少なくってオープンしてるお店も少なかったんですが、今はそのとにかく観光シーズンっていうことがあってね、かなりにぎわってる印象を受けました。はい、確かにとっても美しくライトアップされてる様子が、はい、こちらにも映っておりますね。紫色の光が今見えますけれども、これは回転式の入り口の扉なんですね。おしゃれ。あ、そうなんですよ。こっちってね、風が結構強いので回転式の、ね、扉が普通のオフィスビルなんかでもそうなんですが、こういうモールとか、ね、デパートもほとんど回転式です。普通の扉もあるんですけど、風が強いからなんですね。いや、これはおしゃれなんだなと私は思ってましたが。あとこれ中に入るとあれですね、ゆったりしているっていうか、人混みもそれほどではなくて、で綺麗になんていうんですか、ディスプレイされていて、なんだろうね、中に入るとなんか空港のなんていうんですか、そういったショップみたいな、免税品店がドーンと並んでるイメージで、新宿の3倍どころではこれはなさそうですね。そうですね、確かにその空港の免税店のイメージ近いかもしれないです。すごいね、空気も澄んでる感じがして、ちょっと実は寒いんですけど、ただ、ゆっくりできる場所ですよ、ここは。天井も広いですね、吹き抜けてるようですが、ありがとうございます。今カメラを上に向けてくださいましたが、吹き抜けの天井になっているようですね。そう、とにかくねおしゃれなので、まあ一般のこっちに住んでる方たちはもとより観光客がほとんどではないかっていう感じがします。そしてそのモールのですね真ん前、道路挟んだ向かい側に
ベッセルっていう建物があるんですね。これ聞いたことあるかな。今お二人には見てもらってますが、これを見てどんな印象を受けますか。もうね、板倉さんが興奮気味でした先ほどどうぞ。なんでしょうね、もうアニメというかゲームというかね、なんかあのすごい形容できないような近未来的な建物っていうんですか。しかもなんか下の方がちょっとなんていうんですか、すぼまっていて上が広がってるんですけど、そうそう、私には大きな外国の松ぼっくりに見えました。またはうん、風の谷のナウシカに出てくるオウムという虫縦にした感じ、縦にない感じです。分かる方、なんか突き刺さってる感じ、そう、虫が突き刺さってるこれ後ほどそんなものじゃないと、もっともっといいものですよ。なんか近未来感ありますよ。今だいぶだいぶなんかべちゃってしたようなイメージ皆さん持たれたんじゃないかなと。今落としたですけど、なんかもっと近未来感ありますよこれ。あのぜひあのそうそう小雪さん後で、ね、ツイッターか何かにこう、はい、写真か何か上げてください。送ります。でもその松ぼっくりっていう表現、悪くないかなと思って、松ぼっくりを超近未来したような雰囲気 で、ね、これね、ピカピカにした松ぼっくり、そう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 、ピカピカに光ってるんですよ。上の方まであってですね、実は展望台にも一時なってたんですが、まだできて間もないんですけど、ちょっとね事故が多発しまして、今展望台までは多分登れないですね。あ、そうなんですね。1階のところとりあえず、うん、中に入れるだけにして、結構ね実は波紋を呼んだ場所なんですよベッセル。あのただやっぱりね、綺麗、本当に綺麗ですよね。目立ちますし、先ほどの新宿駅の 何倍にも見えると言った場所の方が大きいのに、先にこの松ぼっくりの方に目が行きますよねこれはそう、本当にそうです。だから今ねそんなにいないですけど、ここをバックにして何人もの人たちがおそらくインスタかなんかに載せるんでしょうね。写真を撮ってる姿が目に見えました。これは撮りたくなりますし、あのこの松ぼっくりの外側のこう螺旋みたいなところが、これ階段ですか。螺旋のところがここからね外を見れるっていう展望台になってたんですよ、もともと。ただここに入ることがもうできないんですよね。なるほど。下から上まで、皆さん分かりますでしょうかね。松ぼっくりって線が外側から見ると横にこう走って見えると思うんですが、まさしくそんな感じで、それらが全部展望台になってるってことですね。私展望台って一番上かと思ったんですが、下からずっと展望台が何階にも渡ってあるというイメージでよろしいんでしょうか。そうです、その通りですね。各階からね見ることができていたんですよね。だからちょっと残念では残念なんですけど、ただ目で見て楽しむっていうような雰囲気でですね、このベッセルの今裏側に来ました。となるとここでですね、ここがステージっぽくバックヤードなんですが、今ね皆さん NFL を観戦してます。すごい中継ががっつり入ってきますねあ、そっちまで入ってます、毎日ですね、毎日でもないからいろんなイベントが行われてて、昨日はですねこの場所でフリーコンサートが行われていたんですが、今日はみんなで NFL を見ようみたいな感じになってるんですが、正直入りはポツポツですね。こういうのニューヨークで珍しいです。こんなあんまり入ってないので。あ、そうなんですか。これは何かあの原因というか理由、想像できることってありますか。どうなんでしょう、多分他に楽しいイベントが、結構ね映画をみんなで見ようとかムービーイベントみたいなの野外もあるんですけど、そういうのは人気なんですが、多分そういうのが重なっちゃってて、あ、なるほどですね、他のところに行っちゃおうっていうような感じだと思います。確かに、さらにその後ろ側の夜景がとっても綺麗で、そっちの方が人が多いようですね。そうそう、こっちの方が人が集まっちゃっててこっちがね川沿いになってるんですよね、はい、なのでまあ景色もよくって、ずっと今夕焼けが見えてるような感じだと思いますが、ニューヨークね結構もう日が短くなってきてまして、今の時間だともうかなり日が暮れてもう間もなく真っ暗になろうかっていうような時間帯になってます。そうですね、あのお話始まった時からどん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 暗くなって、もうすぐ日が落ちそうですよね。そうなんです、そうなんです。
もうあこれから多分毎週週を追うごとにあっという間に暗くなっていって、8月ではありますがちょっとね寂しいですね。私は正直冬に向かってる感じがしちゃってなるほど。そんな中ですね、リスナーさんから今ツイッターが小雪さん宛に届いておりまして、ちょっと読ませていただきます。シェリーメイダッフィーラブさんからなんですけれども、トールさんベリーグッドです、ありがとうございます。ナミネさんおは、小雪さんグッドイブニング、はい、金曜朝活&川越の架け橋ニューヨーク中継大ファンです、ありがとうございます。ありがとうございます。そしてですね、質問が、現在流行ってるニューヨークのスイーツ何かなということで、はい、シェリーメイダッフィーラブさんから来ておりますが、突然ですがスイーツいろいろありますよね。今どうかわかんないんですが、黒ナッツって聞いたことありますか？ない。ないですね。なんかね、ドーナツとクロワッサンを足してみて割ったような感じでですね。すごい。関係ないんですか？ナッツは関係ないんですよ。黒ナッツっていう多分。ドーナツから来てるんじゃないかなっていう感じがするんですけど、すいません、もう日本人は黒って完璧に漢字の黒が思い浮かびました。いつもメモしてるんですけど、カタカナで黒ナッツですね、はい、ブラックナッツになっちゃってる。私もそうメモしてました今。カタカナです黒ナッツ。なるほど、はい、そうですよね。ドーナツは英語でもドーナツですか？発音ダメダメなんですけど、はい、ダンキンドーナツで大丈夫です。そういうドーナツだ。そうですね。あとはね、こういう野外に来ると必ずいるのがアイスクリーム屋さんです。屋台のソフトクリーム屋さん。なるほど、はい、そういうとこで結構ソフトクリームを食べてる姿を目にするのと、これスイーツにつながるのかな。マンゴー好きですね、こっちの人たち。マンゴーをカットしたものを結構至る所で売ってるんですよ。だから水分補給しかり、糖分補給しかりで結構みんな買ってますね。なるほど、東南アジアみたいですが。そして、ソフトクリームですが、日本だと今かき氷なんかがだいぶ売れてると思うんですけど、かき氷ってそういえばニューヨークはないですかね？一応あるんですけど、はい、多分手間がかかるんじゃないですか。ほとんど見ないです。ニューヨークでかき氷屋さん夏だけやったらすっごいお客さん来そうですね。ちょっとやりたいななんて、楽しそうと思っちゃいました。多分ね、手がかかっちゃうんだと思うんですよね。なるほどですね。おそらくですけど、そう、ほとんど見ない、たまに見るぐらいですね。なるほど、ニューヨークではアイスといえばアイスクリームだそうですね。ちょっとダッフィーさん、話がそれたところありますが、いかがでしょうか。はいはい、いくつか、はい、スイーツ紹介していただきました。はい、あ、抹茶です。抹茶大人気。あ、抹茶大人気、なるほど、嬉しいですね。はい、はいはい、ジャパニーズスイーツみたいで。そしてさっき、そうですね、ダンキンドーナツとおっしゃいました。そうなんですよ。こっちダンキンドーナツ至る所にありましてですね、はい、人気っていうのが分かんないんですが、もうカジュアルにちょっとお腹空いたらピザかダンキンドーナツかみたいな、そういうノリはありますね。多分ね、若い人分かんないですね多分、ダンキンドーナツって撤退してますね日本から。多分、うん、今ねちょっと調べたら、在日米軍基地内を除いて日本からは姿を消してるっていうようなことをちょっとチェックしたら出てきたんで、情報で、はい、本当ですか。知らない方はじゃあ、誰かに聞いてください。そうですね、子供の頃はすごい僕もダンキンドーナツで買ったイメージあるんですけどね、はい、あ、そうか、こっちはもう当たり前に、あ、そうなんですね、はい、あっちこっちにあります、うん、なるほど、また新しい情報いただきました、ありがとうございます。はい、ぜひぜひ、私、すいません、せっかく新名所ハドソンヤードというところを、これこのモールがハドソンヤードでいいんでしょうか、場所なんでしょうか。あ、場所ですね、モールとか全部含めてハドソンヤードっていう感じです。そうなんですね、はい、私はこのエッセル松ぼっくりおすすめですので、ニューヨーク行かれた方ぜひここ行ってみてください。はい、後で写真撮りますので、お願いします。写真撮って送りますんで、お願いします、はい、アップさせていただきます。はい、はい、今日も楽しいお話ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ニューヨークから大橋小雪さんでした。失礼いたします。